そういう感じです。だからここでアクセルを上げていこうと思うと、ここでアクセルを上げるから滑るんです。で、ある程度スピードが乗ってるとちょっと振られてもあえ行っちゃえっていうので行けちゃうんで、いや本当でもそうですよ。いやいや、でもここで一個一個合わそうと思ったら足をつく可能性がどんどん高くなるんですよ。で、行っちゃえっていうのでだと1点でももう行っちゃうんです。スピードがついてるから、そういうとこせいや、そういうとこ。さあやりましょう、乗りましょう。どうちょっと参考にしてもらって、こうやってみましょう。で、あのまあせいやが言ったようなあの振られないような走りとかっていうのも今完全に入ってると思うので、まあそこを参考にしてもらって。例えば一足で行こうと思うと結構構えますよ、マジ本当に。一足だと。気使います。僕だったら、レースだったら、だいたい2足か、僕だったら3足。僕は3ですけど、普通は多分2。2だと、ある程度スピードをつけてくるから、3でやってみよう。3でやろう。会えば結構綺麗にいくねっていう感じなんですけど、足をつく可能性はぐんと広がります。せいや3。もうここをうらっ行っちゃうって。そんな違うな。ああ、もうだってだから振られても、ここでダメやと思ってももうスピードがついてるからここにいいんだよ。わかる。そういうこと。超いい加減。でもこれで23年世界選手権やってるから。ね、確かに。そうだよね。そういうことよ。あの、ルールブックじゃないから。ルールやったら多分、ローで一個一個合わせていこうなの。山本まださ、そうだから、ローで一個一個合わせていくと、足をつく可能性が高くなる。なるほどね。ゆるにるなって3からいくね。そうやろ。そうだよ。ヒロ君、走ってみやな、みたいな。この辺。リアがある。リアがここで。開けれるとしたらそうですね。スピードです。やってみましょう。ほらもう観客も多いから。秋尾先生も3速で。3速で。え、先生3速いかないですか。3速。最悪な先生かな。いや、ありもうあの。っていう。もう世界の考えなんてこう
藤川先生がいないとね、教えてもらえない。3人は使わない。あ、そう。でもさ、見てさ、3の方が行きやすいなと思って。そうな。はいはいはい、何速ですか今。3です。ほら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 。三ですって。前が当たると体がこう前に入っちゃうじゃないですか。
で、それでこう、こうシーソーみたいなこうなって、こうアクセル来てるから、バインって上に上がるんだ。下に下がった状態から、もうそこから一気にガッと上げて、後ろタイヤを強く当てて、前にシュッていう、そういう動作。で、上でどんどん滑ってくるから、なるべく上でシュッと戻せられるような感じのスピードが必要。Thank you.